どうもこんにちは、ハヤトです。さあ、それではクルトン君との種族値500未満ドラフトバトルやっていきます。今回お相手のポケモンが分かっているということで、お相手のポケモン、自分のポケモンそれぞれ紹介していきたいと思います。まずハヤト選出ポケモンはヒスイドレディア、マリルリ、ハラバリー、フレッフィー、フェスパトラで、自由枠今回持ってきたポケモンはこちらですね。グレイブ、セグレイブさんもお連れいたしました。待ってね、今パーティー作るから。今回は、クエスパトラ、ハラバリー、クレッフィー、キスイドレディア、マリルリに自由枠で、セグレイブを選出しております。で、クルトン君のポケモンもドラフトをしているので判明しております。クルトン君のポケモン確定枠が、ミミッキュ、キノガッサ、アーマーガー、ドラミドロ、そして、アーボック、ここまでを確定されております。で、相手の確定枠、確定枠じゃない、自由枠の予想ですが、僕はアクーラオスを予測しております。なんでかって言ったら、単純にクレスパトラが多分ね、重すぎる。あいつのパーティー毒みたいで、ただ正直ね、ライパン持ったアクーラオス、ライパンインファ不意打ち強打とかもうグログラオスとかがまあ鉄板なんじゃないかなとは思っております。で、ミミッキュはちょっとめんどくさそうなんで、ハラパリとで、キノガッサは対策にはこちらですね、今回装飾のマリルリを連れてきております。知っておりましたか皆さん、マリルリ渦潮募集されておりました。滅びマリルリを、歌マリルリを連れてこようと思ったら、なんと渦潮が剥奪されておりましたので、マリルリはほぼ選出はしませんが、一応見せていけたらラッキーということでやっていきましょう。あ、それでは準備完了をしていく。絶対アクーラオスだろ。君アクーラオスに違いないね。なるほどなるほど。ミミッキュの刀次第なんだよな。メンヘラミミッキュだったら正直違うな、バリーにつなぎたい。今回、ハラバリーを、セメンテラス型で持ってきております。HB。なんか、テレビ代わり。クエスパトラからハラバリーにつないでいければ勝てるんじゃないかなと。さあ、クエスパトラ、ハラバリーやっていこうか。セグレイブ様かな。スイッチは。さあ、それでは、クルトン君、対戦よろしくお願いします。おい、続いては、ミミッキュ。絶対お前、自慢のミミッキュだろ。してくんねん。一旦守らって何をしてくるか見てみましょう。お前挑発覚えるんや。知らんかったわ。さようでございますか。じゃこれ瞑想にズミして逃げようか。瞑想瞑想で瞑想打って、でここでもしかしたら挑発打ってくるかもしれない。投げてきた。これはもう役に立たんのでは。これ瞑想もう一丁積んだるで。わしほい、どないする。こちらクエスパトラ HB 点突破しております。C が上がる、 D が上がる、もう止まらんねやろ。では一回目守る挟めばよかった。ここはクエスパトラ体力を大事にしたいので一旦守っておこうか。体制に入る。誰作れんなね。オッケーオッケーオッケー。じゃあそろそろハラバリー先輩に引いてやろうか。待つ。最速最強バトンタッチ。これ外れてくんねえかな。外れたら気持ちよすぎるぞ。じゃあレッツくん、バリーにつなぎます。
取れ、おののけ来ると思う。へぇ、あ、充電していく。そしてゴツメも触っていく。これはなかなか相手もやることな、ね、身代わり耐えるんちゃう、もしかして変速ハラバリーの身代わりじゃ。フェスパトラがメンタルハーブを売り切るということを知らないからね。クリスルでギルド、はいはいはい、承知しました。じゃあそろそろ殴っておきましょうか。うわー、マットショット打っていいかい。 95% だけど。命中率を下げていく。違う、素早さが下がったんだ。マットショットじゃなくてよかったで、やればポンチうめー。ワンチャン耐えるんちゃう。お、参ります。こちら、CD2 段階上昇パラボラチャージ、参ります。毛の皮も剥がしてあるし、あ、あいつ耐えんのかっ、あ、そんなことある、かった本地に発はさすがに耐えない。まあだがいい仕事はしてるよ。身代わりは消える。ドンチパラボラ作戦ね。おい、あ、身代わり避けるよな。身代わり安定。おい、高いゲー、我がパラボリ、パラボ、パラバリーは。あがめたてまつれ。これが残るってのは、もう勉強してあるからね。入ります。最強パラボラチャージ。これで少しでも体力回復して、いや、これミミッキュに仕事させなかったのでかいぞ。どうよクルトン君、編集中のクルトン君、超えられるのかな、このパラバリーを。君はやった。あれ、ガッサ量販源やん。テクニシャン、普通のテクニシャンだといいんだけど。パラボラチャージとか地面テラス、お前まさか、お前まさか地面テラス。くー、ちくめさようでございますか。だがし、ドマシンガンパッて壊れる。あ、一発で消えんの？強くね？大事じゃないこと言う。二、三。なんかオッケー、オッケー、オッケー、大事じゃない。これはいい情報です。身代わり見てるもんな。行っちゃおうか。ビナらしい、抜群ね。よっ。速さはなんぼ下がってもいいね。いやー、まあ、とはいえ、これ、お役御免かな。一発殴って撤退かな。マットショット。マハパチ、それは、ダイス、助け削れるから、OK。怪しい、ちょっと怪しくなっちゃったね。さあ行きます、セグレイ。普通最速だったら星になっちゃうな。え、
速バトンすればよかった。ガイ。フラノ落とし。オッケー、オッケー、生きよった。オッケー、いいぞ。当てろよ。えらい。これはでかいぞ。え、これ負けないだろ、もう。ラスイチ誰？ブルシュフ。ウルシュフは勝ちだと思うけど、いかがですか？参ります。フラテラです。犬が好きだったとしてもバトンつない。疲れるんだけど、どう？ちょっと、お願い。ちまきはやめて。あ、違う。助けはやめて。オッケー！完璧。完勝。ウィン。気持ちいい。いやー、俺が強すぎた。フルトンは強かったよ。頑張った。でも俺が強すぎた、あまりにも。ガッチャ、楽しいデュエルだったぜ。ハヤトチャンネル。失礼しました。私、ドレディアのやりたいことを忘れておりましたので、張り切りからリーフガードに変えてまいりました。そして、皆さんにだけお見せしましょう。この技構成。あとはわかるね。考えるな。感じるんだ。はい、今日！で、この流れでいくと、きついのが、ガッだな。やっぱりガーがちょっと重いかな。こんな時はバリーで倒していければいいかなと存じ上げます。あ、クルトンをぶっ倒していこうか。日本選手2戦目のやり方をお見せしましょう。あれ、そういえば、はい、クルトン君、対戦よろしくお願いします。あの裏オスは何を持ってたんだ一体。それだけ教えてくれ。あ、お相手初手はウーラオス、よろしくお願いします。ぶん殴ったのか。あいつ何も聞かないからね。ウィンキス。こだわりじゃない。ハングロか。何を持ってやがる。これで椅子張りは考えられない、考えづらいから、首しまいたろか。ごめん、そうだよね。オッケー。比較で A が下がる。あまり関係ない。何してくんだろう。君は何をするんだい。教えてごらん。麻痺の巻き合いになるの、これもしかして。ああ、麻痺の巻き合いね。オッケーオッケー。これじゃあ、トグロ巻かれるの美味しくない説ある。巻きびし、良さげだけどな。巻きびし巻いちゃおうか。半巻きびしまで、悠長に巻いてしまおう。オッケー。一ヤドね、一ヤド。これは、激痛なのでは。ハンマキビシ、あー決まる。オッケー。そして実戦では使えないこのハンマキビシ。グロマークは AB 命中率、命中率オッケー。 AB 命中率ね。
じゃあ一旦引こうか。パラボラチャージを打っていこうか。AB が上がるタイプの方であれば問題なく処していけるでしょう。ここ何してくるんだろう。芯とか打ってくるのかな。やっぱり一旦ね安定行動身代わり。地震見たらテラス切ってパラボラチャージしようか。何それ。コストシュートってどこが使わせしないの。地面テラス身代わりしようか。ダストシュートって地面毒技でしょ。もう一丁身代わり。シュートいうぐらいだから毒技やろ。耳を捨てるってことでしょ。さあ身代わっていく。 OK うまい。じゃあこの隙に怠けるまでしちゃおうか。さあガンガン怠けていこうぜ。あとはマットショット対面有利な技を打ってこう。仮に、雨ガに引かれた場合はパラップチャージそこから打ってきゃいかんね。相手も交代しづらいから巻き道さん3つ巻かれてるからね。おっとってお盆おお。リコファングだと。リコファングだと。ちょっと様子見の身代わり。リコファング連打してくるのかな。南入れてくるのかな。ポシュートオッケー。消える。あー承知しました。ちょっとアボック重いな。しびれ待ちするのがまあ安定っぽいな。オッケー。じゃあここで、窓所で落としていこう。マッドショット。デビュー。へい、次で落ちるね。キュッ、可愛くてごめん。であれば、コラボラチャージングしていこうか。少しでも体力を回復しよう。オッケーオッケー、やりたいことできてるよ。ただクレッピーからのハレリーフガードは使えてない。ただね、必ずしも使えるってもんじゃないから。こればっかりは。さあ誰が来る。ミミッキュ、ここどこ削れるで。ハンマーキビしたからね。オッケー。でここは素早さ関係をまずは逆転させたい。マットショットビルド。これで S をこっちが上にして、で一旦怠けちゃおうか。ここは安定怠ける。
バックできるのが早い。あ、そうですか。どっちました。あとはもう一丁マットショットで素早さを逆転させるか。オンチ回復しちゃう、もしかして。ツービルドでまだ身代わり割れないでございますか。これはもう抜いたでしょ。であいつがじゃれつくドレインパンチ型ね。さあほらほらチャージしていきましょうか。もう打ち合いこっちの方強いでしょ。代わり消える。逃げ落ちないかな。挑発ビルド、ドンチ。65、65。マットショットの方が入りますか。違う。パラボラチャージの方が入るのか。なればパラボラチャージしていればミミッキはなんてことない。もう電気のタイルで充電していく。パングロなのかな。空襲風の暗黒強打がどれほど入るか。でだからもうほぼ負けないんだよな。桜身代わりは無理があるから一発生けとくか。テラス暗黒強打ですか。それはテラ暗強パングロなら落ちる気がする。あなたの回答は、ユリアクルー教えてください。パングロじゃない。すごい。で、鉄には電磁波が入らないだろ。入らなかったとしてもボスで吸っとけばいいのか。もうこれは無理があるだろ。まちまちってこと？その体力で。さすがにクルトンくん、これは無理ですよ。いやー、揚力層見つれよかったな。しかし、メインキックだけの、チルの望みに全てをかけてきた。動けよ。おっきい。パーフェクトウィンじゃないの、この500属未満ドラフトバトル。さあ、クルトン君との通算対戦成績、3勝0敗です。完封。それでは、クルトン君、対戦ありがとうございました。ハヤトチャンネル。それでは、クルトン君、いかがでしたでしょうか、本日の500未満ドラフト。いやー、やられたね。やられた。完封だったね。完封だったね。腹張りがきつかった。腹張りきつかったね。腹張りきつかったのと、あとクエストパトラーの守るのタイミングでビルドアップしない自分の下手さに泣きそうになった。俺も一瞬でさ、うん、あの、瞑想って言ったんだけど、その瞑想を。あ、守るでよかったね。守るだったね。うんうんうん、で、しかも、なぜか挑発一回で諦めるっていうね。ね、挑発し続けりゃいいのに。そう。下からだろうと何だろうとさ、し続けりゃいいのに。そう。ちなみに、持ち物見てわかりますか？クエストパトラ君。メンタルハーブね。俺も持たせてたよ。必ず、挑発持ちが来るだろうなと思って。まさかミミッキとは思わなかったけど。そう。まあ、ミミッ
級だろうと思われないだろうと思ってミミキュー挑発入れたんだけど。そう、悩んだんだよ。あの、ラブ持たせるか、もともとも身代わり入れちゃうか。身代わり入れちゃう良さそうだね。暗黒強打出てくるのはもう、目に見えてたから。うんうんうん、クエストきつかった。きつかった。いや、てかもう、マック2連しなかった時点でこいつ、足パだろと思って。おーおーおーおお。なるほどなるほど。あ、もうこいつ、身がバトンタッチしないわと思って。殴ってたら普通にバトンされて。え、バトンするんかーいみたいな。身代わり、もう超えられないしね。そう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 。なんで2番、2ビルとしても突破できないんだね。パラバリーの。HB にフルにできたからね。うんうんうん。俺知らなかったよ。ダメなんだと思って。計算済みでござる。しかもわけわかんないじゃん。ああ、まあ、素早さぶりはわかるか。なんで素早さアップなの？これ、耐えるの忘れてたね。一気に言って。なんでこいつ速攻下がってんの？パラボラちゃん。俺、これに負けたのかよ。みんな体格変えてねえわ。攻撃ダウンの特攻アップ。違う、B アップにしようと思ってたんだ。誰も体格変えてないよ。すんごいじゃん。素早さアップの攻撃ダウン。さこりゃないかーい。ミスター。素直だし。うん。いやー、きつかったねー。ついさっきさ、パーティー完成させたんだけどさ、うん、マリルリに渦潮を剥奪されてるの俺知らなくてさ。おー、そうなんだ。今回、当職マリルリ連れてきたのよ。はい。はいはい、ガスタ対策。当職マリルリで甘える渦潮を守る滅びで、甘があたりをこれで倒せるなと思って。あー、倒せんね、倒せんね。ラス1でマリルリ投げたら、蹴ると思ったら渦潮持ってないから。うんうんうん。感じされてるから。渦潮滅びできないのか。そう、渦潮滅びできない。だからラス1には強いけど、うん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 、こっちが2体いれば絶対勝てるみたいな。はい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 。滅びして、守るして、1回交代して、1体倒されたとしても、出して守るすれば、絶対やって倒れる。うん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 、なるほどなるほど。ラス1絶対倒すまんね。そうそうそう。俺が今回使いたかったエースも出させてくんなかったよ。なぁ。ほんと、特防アップだからね、この。なんだってね。こいつしかも、あ、まあ、勝利の前はあんのか。壁じゃなかったんだね。壁じゃなかった。そう。そう、壁読みでサイコファング入れたんだけど。壁読み、河原割り読み。ああ、河原、ああ、河原割りか。読み読み外しちゃった。はいはい、ウルシュフだろうなと思って。もうその役目はね、ビット。アーボックに任せてたんだけどな、動かなすぎだろ。なんだっけ、最初のさ、解説の段階でさ、うん、僕の予想はアクウラオスですって言ったのがまさか一番上にいてさ、ああ自慢のアクウラオスだよ。もうフェアリーテラスマジカル社員だからね、こっちとら。おお、そう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 。いや、まあ、ラスイチマジカルか、まあそうだよな、そうだよな。いやー、積みアタッカーだと思ったー。守れよ。甘か。守れば挑発打ったのに。2回連続で瞑想すんだもん。もう分からなくなっちゃった。そうそうそう。どうしたらいいのか。で、ミミってアクテラスだったからさ。うんうんうん。そう、足パ対策と、うんうんうん、いたずら心対策。うんうんうん。電磁波効かないようにと思ってアクテラスにしたけど、フェアリー技か。まあ、じゃあ俺に勝ちの目はなかったな。まあ、厳しい。まあ、厳しくレッピー。うん、日本バレ何？ああ、これ、はいはい、ドレディアね。ガッサーに、こいつ、リーフガードにしたんだよ。特性リーフガード張り切りでもなく、なんだっけ、揚力素でもなく。え、じゃあ日本バレ本当にいらなくね？晴れの時だけしか。あ、リーフガードってそんな弱いのって言っちゃった。いや、ヘビニラミも倒せるし。ヘビニラミ倒せないだろ。この技構成じゃ。かかとうとしてない。違う違う違う、ヘビニラミさえ入れられなければさ。ああ。あとは勝利の前ガンガン積んできゃ。うん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 。一回透かして、こっちがトグロを勝利の前、一個多く、詰めた状態で殴れるのか。どういうことよ。深く込みででも。そうかそうか。リーフガードか。リーフガード使ってみたかったんだよね、ずっと。うんうん。張り切りで使うって、広角レンズ持たせるのはちょっと味ないなと思って。張り切りで使ったらもう鉢巻きだろ。火力、火力だろ。勝利の前した方が強いだろ。もう間違いねえよ。勝利の前が最強技なんだから。そうそうそう。あんまりにも弱かったよ。ちょっと聞いてみて。あまりにもハマらなかった。俺がやりたいことが。
なんか全員単独だったのよ。俺はさ、クエスパトラともうハナバリーがペア、ケッティとドレディアがペア、うんうんうん、で、トクロク先に積まれたから仕方なくハナバリー行ったけど、うん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 、なんだってね、C 加工補正かかってるから落ちないわな、そりゃそりゃ落ちないわな。そりゃそう。身代わり怠けるハナバリーどう？結構良かったじゃね。身代わり怠けるいいと思うけど、あのゴツメと相性悪いなって思った。あ、わかる、うん、俺も使ってて思った、うん、これね、ちょっとゴツメじゃなかった気がする。食べ残しとかだったら本当にゴツメはよかった、うん、まあそうね、そうね、だから身代わりするんだよね、うん、身代わりするんだよね。食べ残しだったらこいつ一匹に完封されてた気がする。いいね。きつかった。あれ何、ブロ何持ってるの、あれ。メガネ、黒いメガネ、黒いメガネ、弱格闘技いらないだろうと思って。だって相手すでにフェアリー2体いるの分かってるんだよ。うん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 、でも剣舞して上からよ。上からよ、叩き潰したろうと思って。こっちフェアリーテラス2体いるしね。もうアクーラオス1点読みよ。あー、アクーラオス対策が熱いんよ。うん、セグレーブもそうっす。最初ね、そう電気にするか地面技で最大打点つらら、うんうん、あれにすれ、これも技間違えてる、なんだっけ、つららばりにすれば、そう、うん、とつららばりじゃないんだと思って、うん、そうそうそう、え、つらるとしいと思って。しかも合体量遅いし。ちゃんとイカサマダイス持ってるからね。あー、まあまあまあ。間違えてるから。俺これに負けたのかよ、つら。ポケモン引退しよう。弱かった、本当にちょっと弱かった。さあ、それでは本日の動画はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントはよろしく。それでは、See you! いやー、クルトン弱かったなー。弱かったですねー。完璧。